この度、厚生労働大臣、年金改革担当大臣を再任をいただきました長妻昭でございます。どうかよろしくお願いをいたします。私といたしましては、今後今日本国は先進国の中で最も少子高齢化が進んだ社会でございます。世界に誇ることのできる少子高齢社会の日本モデル、こういうものを提起をして国民の皆さんのご理解をいただくということについて、今月あるいは来月に中間的なまとめをして、それを土台にですね、1年間かけてその日本モデルを提起をしていきたいというふうに考えております。この日本モデルについては、格差が少なく何歳になっても働きたい人が働くことができ、安心して子どもが産め、地域で健康に長寿を迎えられる社会、具体的なイメージは、小学校区あるいは中学校区ごとに基本的な福祉サービスが受けられるような、そういう地域で一定の福祉が確保されるようなイメージであります。その意味では施設の充実も重要でありますけれども、在宅における支援というのも強化をする必要があるということであります。そしてこの財政の問題でありますけれども、社会保障費の自然増が国庫負担だけで年間1兆円程度毎年増えてまいります。これについて、やはりいずれは国民の皆様方のご負担をお願いをするという時期が来ると思いますけれども、まずその前に役所文化を変える、無駄あるいは浪費を自らひねり出すような、そういう仕組みを役所の中に埋め込んでいくということで、今年の4月1日から省内事業仕分け室を設置をいたしまして、自ら浪費を切っていく、そして国民の声をよく聞くということで、毎週国民の声を公表をして、今週の改善ということで改善事項も毎週毎週立案をしてそれを公表するようにしております。そういうことを前提として、先ほどの少子高齢社会の日本モデル、こういうビジョンを提示をして、将来の姿をお見せをする、その前提で消費税を含めた税制改革の議論を進めていく、こういう使命も厚生労働省にあるんではないかというふうに考えているところであります。私からは以上です。ご質問どうぞ。はい、子ども手当についてなんですが、来年度以降の資金をどうするかというのが、今マニフェストの検討で大詰めの作業ということなんですが、改めて大臣としては来年度以降の資金をどうなるんですか。菅総理も、財務大臣に現金給付が盛り込まれる可能性は十分あると発言されていますが、大臣としてはどのようにするかお考えを。そうですね、今、今月6月から1万3000円の、子ども手当4月分からの支給が始まっております。で、平成23年度どうするのかということでございますけれども、私といたしましては、この子ども手当1万3000円にプラスをする部分について、これは現金で支給をするのか、あるいは保育サービスなどの現物給付で支給するのか、これらについても省内政務三役で検討し、党ともですね、連携連絡を取りながらこれについては決めていきたいというふうに考えています。大臣としては満額支給にはこだわらないという考えでよろしいですか。これは財政の問題も、これは非常に大きな問題になっておりますので、この1万3000円に上乗せをするということでありまして、必ずしも満額支給というものについて、非常に難しいのではないかというふうに考えているところでありまして、それについても、方針が決まりましたら国民の皆さんにご理解を得るべくですね、きちっと説明を申し上げる必要があると考えております。大臣、毎日新聞の
大臣は8ヶ月前のご就任時に徹底的に産みを出し切るとおっしゃいました。産みは出し切れつつあるんでしょうか。年金記録問題を野党時代に追及されてきたようなものには、今役所の中でうまく発揮できているとお感じになっておりました。これはよく何か追及がなくなったというようなことも言われているんですけれども、これは表でですね、なかなか私の立場で役所を追及するという立場ではありませんが、中でやはり大臣という立場でですね、不十分な資料、あるいは表になかなか出ない資料、あるいは非常に不十分な仕事の進め方については、私自身はかなり厳しく、それについては指導をさせていただいているつもりであります。この8ヶ月少しという短い期間ではありましたけれども、先ほど申し上げた省内事業仕分け室を設置をして、そして人事評価基準を変えて、役所文化を変えるような、一つ一つの、埋め込み作業、あるいはハローワークや年金事務所でのサービスコンテストというのも、これから始まりますし、若手、改革チーム、公募をいたしまして、6チームを作って、今、いろいろな提言をまとめているところであります。そして省、あるいは局の目標というのが今までなかったというのも、これも驚きなんですけれども、それをきちっと設定をいたしまして、それについてですね、取り組んでいくと、こういうような形で巨大組織のマネジメントということについて、私もですね、徐々に進んでるんではないかというふうに考えておりますので、今後ともご指導いただければと思います。はいはい、最後でお願いします。共同通信です。今回富山内閣のですね、メンバー、多く再任されたわけですが。菅首相は非兵隊内閣というような表示方をされていますけれども、調子を変えただけだというふうな雰囲気もありますが、内閣大臣ご自身はですね、今回の総額についてどのようなことを思っていますか。そうですね、やはり大臣が、11ポストについてはですね、再任だということではありますけれども、やはりその8ヶ月少しという時間で考えますと、やはりせめてもう少し長い時間がないとですね、本当に役所文化を変えて、ある意味ではその大臣のカラー、あるいは政治主導、それを定着させるということは難しいんではないかと、そういろんなご判断がですね、新総理にはあったんではないかというふうに考えておりまして、私は的確適切な人事であるというふうに考えています。はい、長妻大臣どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。